最大派閥の安倍派など自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件。東京地検特捜部は今日、岐阜選挙区選出の大野康忠参議院議員と会計責任者補佐の岩田佳子秘書を政治資金規正法違反の罪で在宅起訴しました。2人は大野議員が所属する安倍派のパーティー券を販売した際に派閥から5154万円ものキックバックを受けながら政治資金収支報告書に記載していなかった罪に問われています。自民党を離党した大野議員は先ほど東京で会見し、不記載への自身の関与も議員辞職も否定、裁判で争うことを明らかにしました。私が収支報告書に関与したことはございません。私は事務所スタッフを全面的に信頼し任せておりましたので、収支報告書は適正に作成提出されているものと認識しておりました。検察のとの間の意見の相違がございますので、裁判においてしっかりと自らの主張をしてまいりたいと思います。やましいことはございませんので、しっかりと職責を果たしていきたいと思っています。かつて大野議員から政治資金パーティー券を購入したことがあるという男性は、清和会としてパーティー券を売るということなので、はい、ある程度先生もやっぱり自分の選挙区で裁かないと、立場が苦しいというような感覚でしたね。控えめに、申し訳ないんだけども、なんとか応援をしていただけんかというような思いでした。地元秘書の依頼で10年ほど前から1枚2万円のパーティー券を3枚から5枚ほど購入していたといいます。ちょっと驚きました。本当に普段も質素な方で、政治活動するためには必要だったんで、そういう積み重ねになっちゃったのかなということも思ってますけど、こればっかりは先生の口から話していただくまでは結論は出せないと思いますけども。大野議員の地盤の岐阜県羽島市です。JR 岐阜羽島駅の前には大野議員の祖父万木さんの銅像が建てられています。衆議院議長や初代の自民党副総裁を務めた大野議員の祖父の大野万木さん、政治は義理と人情だという名言を残し、新幹線が止まる岐阜羽島駅前に銅像が立つほどの名士でした。父親の大野明さんは労働大臣や運輸大臣を、そして母親のつや子さんは参議院議員を務めるなど、大野議員はまさに政界のサラブレッドとして知られています。混乱はしてますね。これからのことを考えると、裕福なことはないです。結構困ってるというか、結構つましい生活をしてたと思います。事実が明らかになった時点で、やっぱり有権者に説明すべきだし、すると思います。支援者からも厳しい声。報告書は訂正されますか。すいません、それも今回の件に関することでありますので、私としては今ここでお答えすることはできません。安倍派に対しておっしゃられたいことなどございますでしょうか。いや、今の時点でお答えすることはできません。事件について大野議員にはさらなる説明が求められています。